ゆるためちゃん。この番組は、ケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるっとカジュアルにお届けする番組です。説明欄のノートからテキストでもお楽しみいただけます。今回のテーマは、1月から4月のマイヒットソングスオン Spotify ということでお送りしたいと思います。えー、毎月ね、Spotify でプレイリストを作っているんですけれども、その中で特におすすめの曲を紹介していきたいと思います。 今後はね、あの、毎月月一回紹介できたらいいなと、ゆるく思っております。で、Spotify は、私は2017年から使い始めていて、まあ2017年はそんなにまあ言うほど使ってないんですけど、まあなんか初めて使った年から比べると、2018年はなんか、あの、使った時間が昔出てて、えー、まあ一桁増えて、2019年、さらにもう一桁増えて、 まあ2019年頃から本格的というか、まあ、日常的に使っているかなっていうふうに思いますでまあ同年からねポッドキャストでもあの配信でお世話になっているっていうのがポッスポティファイになってますで、まあ大前提として私の曲の聴き方は歌詞より音を重視かもしれないですということを先にお伝えしておきますまあ音が好みでうん歌詞もいいなぁと思えばよりなんか感動というか 刺なるいます。で、えっ、ー、と、プレイリスト、曲はかけられないものが著作権の関係で多いので、えっ、ー、と、まあ、ノートの方にプレイリストをまとめているので、まあ、もし興味があれば、ぜひ聴いてみてください。それでは、2021年の1月の、えー、なんだろう、なんて紹介したり、マイヒットソング ?1 月のヒットソングは、 えー、ノーフェアーノーモアリミックスマデオンアースガンっていうこういう紹介でいいんですかね <laughs> でえっ、ー、と1月は結構プレイリストの曲が入ってて16曲まあ普通のアルバムよりちょっと多いぐらいですねなんですがえー、多分この曲は2020年の年末ぐらいには多分知っていた曲なのかなと思うんですが まあその2020年から推していた曲で1月も聴きたくなってえっ、ー、とこの1月のねプレイリストに入れてたと思うんですがでまあそれ以外にもこの1月の曲に入れてたのもあるんですけどまあ一番思い出深いのはこの曲かなということでこのマデオンの曲 No Fair No More を入れていますリミックスですえー リミックスナイト、まあ、マデオンだけのアーティスト表記なんですけど、まあ、そちらもプレイリストに入ってるので、まあ、お好みの方を聞いていただければいいかなと思います。結構私、電子音とかの方が好きなんで、えそっち系が多くなってくるかなと思います。で、2021年2月は、ニューラブフィート、エリーゴールディング、 あもう発音とかイントネーションとか合ってるかは全くわかんないんですけど、アーティスト名が、えー、シルクシティ、エリーゴールディング、ディプロ・マークロンソン、あディプロ・マークロンソンですね。1、2、3、4組のアーティストが関わっているみたいです。えー、2月に関しては、 えー、プレイリスト見ていただいたらわかるんですけど、プレイリストに1曲しかないというミラクルでも必然的にこちらがヒットソングとして、えー、<laughs> 上がってくるという流れになってます。こちらの曲はですね、まあ、仕事中というか、なんだろう、FM ラジオを聴いてまして、まあ、その中で流れてきた曲をプレイリストに登録した記憶があるので、まあ、ラジオで1回しか聴いてない曲だと思うんですけど、まあ、たまにこのプレイリストとか経由でね、もしかしたら聴いてるかもしれないです。 で、2021年3月のヒットソングは、えー、One Last k 宇多田ヒカル、待ちに待った映画、新エヴァンゲリオン劇場版のテーマソングということで、まあね、映画のエンディングの入り方はもうさりげなかったんですけど、皆さん見ましたでしょうか本人もツイートしてましたね。でも、相変わらず最近は透き通ってる系の曲が多いかなと思うんですけれども、ニュアンス伝わるでしょうか。でも宇多田ヒカルの、なんだろう。 ああ宇多田ヒカルファンの見方と、なんかエヴァファンの見方でちょっと、なんだろう、歌詞の見解が違って取れたのが面白かったなという感じですが、まあ今回は、ヒきもエヴァ寄せで書いてると思うので、エヴァファンの考察の方が近いんじゃないかなというふうに勝手に思っております。で、3月、4月に関してはちょっと2曲ずつピックアップしています。 えっと、ちょっとね、私の中で宇多田ヒカルが強すぎるので <laughs>。と、まあ、それに匹敵するぐらいの、あの、インパクトというか、印象をもらったのが、これ読み方合ってんのかわかんないんですけど、千脚番来、アーティスト名がダオコと雅の連名ですね。で、えー、これは、あの、映画ダイナーっていう蜷川美香監督の映画を、えー、 アマゾンプライムに入っていた時期で見まして、うん、みやびのギターソロ、みやびの曲もそんなに聞いたことはないんですけど、まあ、ギターソロも印象的でしたし、まあ、畳みかけるサビのメロディーに、あの、言葉を爽快に単音に詰め込んで歌ってる歌詞も、まあ、映画に歌詞もね、意味合いもマッチしてるし、うん、なんかすごく、 これ,これもエンディングテーマだったと思うんですけど爽快感があってよかったなと爽やか系が好きなんですかねでまあ歌詞を覚えたらあのカラオケとか歌うのも楽しいと思いますしまあ聴くだけより案外ゆったりテンポよく歌えるかなとえー、一回ね Spotify の歌詞出して歌ってみたんですけど聴くだけより歌う方がなんとなくゆったり歌えるというような感じでした これも結構ね、癖になると思うんで、ぜひ皆さん聞いてみ、一回試しに聞いてみてください。そして最後に、2021年4月、えー、タイトルが飛行機、アーティスト名がこうで、えー、理由としては、えー、先ほど一個前にあの、アップした、ポッドキャストの回があるんですけど、ワーストツアー、 ワーストツアーっていうアルバムワーストのツアーがあって、まあそれのストリームライブを初めて見たんですけど、まあ多分その時に初めて聞いた曲かなというふうに思ってて、まあ歌詞にもねあるんですけど、まあ上に上がっていく感じが、えー、すごく歌詞はダイレクトで、音もアッパーな感じで綺麗めな感じだったのですごく好みだったっていうのと、うん、単純にいいなと思ったので、上げさせてもらいました。 で最後にえー、っともう一曲ね「BabyIt'sYou」っていうユキの新曲のようでして、えー、まあラジオでこれも流れてきた曲なんですがうん全部ユキの曲を聴いたことがあるわけではないのでもしかしたら古い曲なのかなと思って調べたら最新の曲だったみたいですねでこちらもあ <laughs> の語彙力を疑うんですけどまあ透明感 もともとね透明感というか、まあ、透き通ってる感じで引っかかりのないような声なんですけど、まあ、そういう声で好きなのと何だろうこれが新曲だったらなんかそのライブストリーミングとかあれば行きたいなと思ったんですけど、えー、2021年ね、えー、もうすぐツアーが始まるということで4月の前半ぐらいにあの先行受付をしていたみたいで。 え結構ね、人数制限も指定ツアーをやるみたいなんですが、まあ一般発売があれば、えー、ぜひね、チケット争奪戦抽選に参加して撮って行ってみたいなと思っています。関西では、えー、京都、神戸、大阪もあったかな。なんか3カ所あって、京都だけ土日だったような気がします。 まあ、各々調べてみてください。えーっと、ちなみに5月22、ああ、もう20日後からですね。神奈川からスタートして、神奈川、埼玉、広島、兵庫、京都、宮城、石川、大阪、福岡、愛知、北海道、東京が最後みたいですね。東京ガーデンシアターってどこなんだろう。あんまり見たことないな。 ということはユキコンサートツアーターミナル G2021 というツアーがあるみたいなので、ええー、まあファンの方はね、もちろんもう知っているかと思うんですけど、まだ一般発売は多分、まだかもしれないので、まあもし興味がある方はぜひチェックしてみてください。2019年のツアー以来だそうなので、はい、ぜひ、チェックしてみてください。 で最後まとめなんですけど、まあ、1月から4月のまとめですね総じ、まあ、て「あのワンラストキスが優勝ということで宇多田ヒカルバイアスが発生しまくっておりますが、まあ、そう頻繁にない、ね、宇多田ヒカルのリリースなんですが、まあ、エヴァの襲撃も相まってインパクトが莫大でしたねで「ワンラストキス熱からまだね抜け出さず抜けられずにいるんですが すでに次の新曲、ピンクブラッドも、えー、公開というか発表になりまして、またアニメのタイアップだそうで、なんていうタイトルだったかなえっ、ー、と、不滅のあなたへというアニメの NHKE テレ4月より放送中のアニメの取材家として、ピンクブラッドという新曲が公開になっております。 なんか結構ね幻想的というかなんというかミュージックビデオもジャケット写真も結構なんだろう昔で言うファイナルディスタンスっぽい感じ桜、えー、ドロップストラベリングあたりのそんなような感じがあるんですがジャケット写真アーティスト写真に関しては世界を元にかけて活躍中のフォトグラファー高石による写真だそうです 存じ上げないのでまたチェックしてみたいなと思います。なのでこちらはね、アニメ放送中なのでそちらで見てもらった方が早いんですが何分私はテレビがないので見れないという <laughs> ような状況になってます。えっと、ピンクブラッドのティザー映像として YouTube にわずか6、7秒の動画が上がってるのでそちらもノートに貼っておきます。まあ少し,し数秒しかないんですが、えー、まあ個人的には好みかなと いうところで早く全体を聞いてみたいなと思います。はいというわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はねあの4ヶ月分一気に紹介となったんですがこれ1ヶ月分だと1曲紹介だと間がもたなそうな気がするので23曲ぐらい紹介できるようにプレイリストも更新していけたらいいなと思います。ちょっとと月みたいなな感じになるとね またまとめてご紹介という形になるかもしれないんですがえーなんとなく毎月プレイリストを作って公開しているのであまあそういうねもしプレイリストがない時は2018年19年とか18年とかもちょこちょこまとめているので過去を振り返ってみるのもいいかもしれないですね、まあ、もし興味があれば、えー、聞いてみていただけるのもありがたいですしまあご自身でねプレイリストを作ってなんかあの 時期ごとに何聞いてたかなっていうのをやってみるのもいいんじゃないでしょうかそれではまた次回お会いしましょうケリーでした Don't waste your time